閣議の概要について申し上げます。一般案件等17件、法律の公布、政令人事が決定されました。大臣発言として外務大臣から、外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について、財務大臣から令和5年度補正予算の成立にあたって、事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針について、新藤大臣からデフレ完全脱却のための総合経済政策の実行について、総務大臣から令和5年度補正予算の地方公共団体における迅速かつ適切な執行について、労働力調査結果について、厚生労働大臣から有効求人倍率について、加藤大臣から令和5年度障害者週間についてそれぞれご発言があり、内閣総理大臣臨時代理たる私からデフレ完全脱却のための総合経済対策の実行について申し上げました。閣僚懇談会においては、国土交通大臣から公共事業の円滑な施工確保について、総務大臣から地方公共団体における公共事業の円滑な施工確保についてそれぞれご発言がありました。北朝鮮は11月21日に衛星打ち上げを目的とした弾道ミサイル技術を使用した発射を強行しました。北朝鮮による一連の挑発行動は前例のない頻度と新たな対応で続いており、我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威です。また地域および国際社会全体の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。岸田内閣の最重要課題である拉致問題についても、北朝鮮に即時解決を求めていますが、いまだにその実現には至っていません。このような状況の中、我が国は米国、韓国及び今回はオーストラリアとも歩調を合わせ、本日の閣議において拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決のための我が国のさらなる対北朝鮮措置として、北朝鮮関連の安保理決議で禁止されている核・ミサイル計画等に関与した4団体5個人を外為法に基づく資産凍結等の対象として追加指定することを了解しました。我が国としては拉致・核・ミサイルといった諸懸案に関し、北朝鮮が問題解決に向け具体的行動を取るよう強く求めます。また米国・韓国及び豪州をはじめとする関係国と緊密に連携するとともに、国際社会とも協力しながら北朝鮮の核弾道ミサイル計画の完全な廃棄を求めていきます。私からは以上です。 NHK の古垣です。オスプレイの墜落事故をめぐって伺います。日本側は防衛大臣や外務大臣からも安全が確認されてから飛行を行うよう要請したとしていますが、アメリカの国防総省の副報道官は公式な要請を受け取っていないとして、日本でのオスプレイの運用を続けていると説明しました。日本政府としての見解と今後の対応を伺います。ご指摘の米側のコメントに関する報道は承知していますが、これまで申し上げているとおり、米側に対しては事故発生を受け、防衛大臣や外務大臣からの要請も含め、国内に配備されたオスプレイについて捜索救助活動を除き、飛行にかかる安全が確認されてから飛行を行うよう正式に要請してきているところであります。今回のような事故の発生は地域の皆様に大きな不安を与えるものであり、誠に遺憾であります。またこれまでの日本政府の累次の要請にもかかわらず、飛行安全の確認についての十分な説明がない中、オスプレイの飛行が行われていることについては懸念を有しています。引き続き米側に対してはオスプレイの安全確保のため、防衛省や外務省からさまざまな働きかけを行ってまいりたいと考えています。関連で共同通信坂上です。関連で伺います。今回要請を受け取っていないとの、防衛省、アメリカの国防省側のコメントですけれども、さらに何かこう要請をしたりですね、政府として何か働きかけていく考えはあるんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、防衛省や外務省からさまざまな働きかけを行ってまいりたいと考えております。十分な説明がまだないということでございます。防衛大臣や外務大臣からの要請の後においても米軍オスプレイが飛行を行っているとの情報には接しています。具体的な回数等の詳細については防衛省にお尋ねをいただきたいと思います。これも先ほど申し上げたとおりでございますけれども、十分飛行の安全の確認についての十分な説明がない中、オスプレイの飛行が行われていることについては懸念を有しています。話題変わります。読売新聞の大藪です。官房長官も、事務総長をお務めになった経験のある自民党清和政策研究会の、パーティー券についてお伺いいたします。所属議員がノルマを超えて、集めた部分を、所属議員にキックバックし、その収支を、報告書に記載していなかったという報道がございますが、事実関係と対応をお願いいたします。報道は承知していますが、個々の政治団体の活動に関するお尋ねにつきましては政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきます。いずれにせよそれぞれの政治団体の責任において必要な対応がなされるものと考えています。新聞の笹川です。このキックバックについて安倍派の塩谷座長が昨日一旦あったと思うというふうに認められ、その後撤回して事実関係を精査するというふうに軌道修正されました。確認ですが、長官が事務総長をされていたときに安倍派の中で派閥のパーティー券についてノルマを超えた分を議員側にキックバックするということはあったんでしょうか。まず先ほど申し上げましたけれども、個々の政治団体や私の政治活動に関するお尋ねについては政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。朝日新聞佐川です。お答え控えるということですけれども、改めてお尋ねしますが、長官ご自身としては、パーティー券で、販売した収入というのは、全額を派閥に納めておられたんでしょうか。この場は政府の立場としてお答えしているものと認識をしておりますので、個々の政治団体や私の政治活動に対するお尋ねにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。最後ですが、長官が事務総長を務められていた時期に起きた問題についてこのような疑義が生じているわけですけれども、こうした中でも内閣官房長官の職責を引き続き担うことは適切であるというふうにお考えでしょうか。先ほどお答えをさせていただいたとおりの認識であります。共同通信坂口です。関連で伺います。安倍派の幹部として長官いらっしゃいますけれども、派閥の政治資金に関して次々とこう疑惑が報じられている現状、その責任についてどのような感じになっていますでしょうか。繰り返しになりますが、個々の政治団体や個々人の政治活動に関するお尋ねについては政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきます。先ほど申し上げてきたとおりであります。